おいおい、お前な、何取ったやろって金。何がや、じゃあ、お前早出せって。何がや、じゃあ、もう金取ったやろ。取ってないわ。いや、もう一瞬チラって金取られた時にヒゲ見えたんすよ、マジで。いや、ヒゲ生えてるからって俺のわけないん。じゃあ、ほんまに出せって。なんでお前そんな気持ち。どうした。喧嘩すんね、どうした。いや、こいつなんか金取ったとか言ってくんの、俺に。あー、いや、友達疑うのや。いや、だから実際金なくなってるから。お前取ったん。取ってないねん、俺、ほんまに。簡単に俺言ってる。おい、勘弁してくれよ。ここでそれはせんとこよ。ほんまお前。なあ、俺言ったよな、そういう疑いやめろよって。ああ、マジか。あ、ほんまになくなった？ほんまになくなった。絶対許されんな。特徴、犯人特徴誰？特徴がちょっと暗かったねんけど、ああ、その、撮ってるシーン、チラって見えたねん。ああ。その時に軽くヒゲ見えたねん。ね？ヒゲは俺だけやけどさ。で、ヒゲ関係ないから。で、眉毛とかも、その、横にも、横の生え方やったね。横の生え方、俺横？だ、それは誰もおらんな。基本って斜めやん、こう、ちょっと。あ、俺斜めやん、これ。繋がってやってこと？そう、繋がってし、横やねん。誰ね？誰やねん、じゃあ。不法侵入じゃん、これ。いや、不法侵入とかじゃないって、これ、ほんまに。ああ、ちょ、大丈夫か？なんで笑ってん？いやもう、自分でしょ。怪しいぞ、ちょっと。じゃあ俺びっくりしてん、正直、今回。いきなりこいつ、俺をまず疑ってきよったね。お前、それよくない？当たり前かのように。おい。じゃあ、その、ヒゲ生えてんチラって見えたからさ。いや、ヒゲいくら俺生えてるからっつって、それだけで疑うか、この関係あんのに。お前、それよくないぞ、お前。なあ。なあ。いや、それはごめん。勝手に決めつけたの。ね、なんもなくなってんねん。何がなくなってん？何もなくなってん。1万円。お前、それもう、大金や！そんな額取れへんって、俺。お前、自分が管理書がなんか額じゃない？うん。ごめん。普通に考えて。やろう？もう最悪やん。最悪よ。それ戻ってこへんかって、もうそれは自分悪いで。うん。うん。でも、山井君、返すねんと言いますよ。いや、返すとかじゃない。お前疑ってる。いい。今、返すねんと言いますよ。これはほんまに気持ち悪いけど、うん。持ち券するしかないな。いや、まあ、でも俺も疑われるからそっちがいいと思う。うん、俺はほんま気持ち悪い、うん。めっちゃ気持ち悪い。お前、ビビンって逃げんなよ。いや、でも、大丈夫か？いや、お前、これ、今出ろよ。今出ろよ。お前、ほんま俺、失いたくないから、友情。俺ね、ここで、お前がほんまに持ってたら、俺、お前とも付き合われへんと思う。この気持ちで。もう、それはほんま出てくれ、もう。もう持ってなくても出てくれ。もう、その、付き合われへんなっていうか、な、お前取ってなくてももう出てくれ。もうください。もうそのなんつったんや、これもう犯人探しみたいなことになってるから、持ち券はやめようか。じゃあ持ち券は、その持ち券はするけど、もしお前が取ってないんだったら出てくれ。もう今そう探してから見つかんのはよくないぞっていうのを分かってほしいな。はい、ごめんな、ちょっと確認していっていい？持ってないけど。ごめんな。さすが自分でならやれへんよな。まとりか。な、ガーすんな、靴下の中も。プーじゃないね。でも持ってはないっすね。持ってないよ。はい。カブトムシの下半身持ってるやん。それだけや俺持ってる。お前カブトムシの下半身なんで入れて。それは常に持ち歩いてるようにしてる。宮本家がそういう言い方や。さあごめん。うん。じゃあ次ガードマンさんで。はい。これは関係ない。あ、それは関係ないです。関係ない。これはエマイ君から取ったやつなんで。関係ないです。こっちは。はい。あ、こっちなんもないよ。はいはい。ごめんけど、ちゃんと後ろポケットもちゃんと。後ろポケット。これも正面やから、ほんまに。はい、これは。あ、これはちょっと、わかんないっすね。でも、わかんないんで。そうは、俺、だって、山ちゃんのやったら、俺、山ちゃんのって言うっすよね。だって、こっちで入ったら俺のから。はい。なんで、山ちゃんではないよな。はい。これちょっと分かれへんから、その、山ちゃんではないっすよ。普通に。山ちゃんやったら言うっすもん。言うよ。はい。なんで、これは、多分、どっか拾ったと思うっすね。拾ったよね。はい。普通にちゃうっすね。だから。はい。じゃあ、実際山ちゃんのは。実際だから、どこに行ったん、山ちゃんの金は。お前、どこ行ったんすか。行ったんだ。あ、なくなってるんか、これ。それは、はい。それでも、それはもうちょっと関係ないから、なんでこれ、それはごめん。俺からも持ち出したもん。それでも必死っすよね、隠すために。
そうやって。あ、そうそうやな。今、山ちゃん亡くなってる話やのに、うん、自分が亡くなった話持ち込むの、それ、卑怯じゃないですか。で、それそうやって、俺も思ったよ。でも人間として偽道っすよ、それ。俺もそれは思った。すごい。それちょっとすみません。僕もその、カットなったのが申し訳ないです。すみません。うん。えなり君もちょっと謝ってもらえます？ごめんなさい。無理。なんで？だから、ほんま、犯人見つけた方がいい。これは、絶対に。いや、ほんまに俺も。ほんまに、見覚えない？見覚えがほんまに暗かったからさ。ちょっと身長とか教えてよ。身長どれぐらい？身長。誰ぐらい？この中やったら誰ぐらい？この中やったら、ガードマンぐらいなんかな。身長は？で？どうしたんですか？で、黒の服やって。はい。あ、黒の服か。で、確か半袖やったよ。え？半袖やった？まあ俺も、まあ、まくってるから半袖なんか。ああ、そうそう、まくってたんで。ちょっとお茶飲んでいい？ごめんな。はい。身長はガードマンぐらいの。しゃがんだらそういう風になるんかな、こう。いや、そうですよ。そう、こう実際になったら、こうやってたら身長が全部ガードマンぐらいになるんか。はい。タンクトップではなかったんやな。タンクトップではなかった。うん。で、髪の毛とかは？髪の毛ですか。うんうん。髪の毛は横刈ってて。横刈ってんな。横刈ってるけど、俺も。危うぞ、お前。俺っても誰っけどな。言えよ。まあ、単発やったような気するっすけどね。なんで？髪の毛自体、単発かな。え、でも帽子かぶってたの？うん。あ、まあ帽子かぶってた。でも、俺帽子かぶってない。なんで全部俺が該当してんよ。靴下の色とか何色やったかわかる？靴下の色がちょっと分かれへんねんな、暗かって。まあ、けジーパンを履いてたっす。まあ、一緒っすね。一緒やな。俺犯人も出て気分悪い。え、これ、俺、疑って、割れてないよな。え？俺じゃない？俺、みんなあれと思ってた。いや、正直悪いっすけど、山ちゃん今誰やと思ってる？いや、俺、エマイくんっすね。正直僕も、エマイくんやと思ってるんすよ。すいません、それは。え、それやばない？俺、これでそうなんやったら俺もう、いいよってなるよ。俺からしたら。いや、いいよってなるっていうか、でも、正直もう、この話聞いて、あ、もうでも確率的に俺しかないと思ってるでしょ。いや、当てはまる部分は多いなとしか思えへん、俺は。はい。え、でも、これだけ思い出してもらっていいですか？うん。俺は、そんな人のお金取るような人間じゃないってことは、そのもう一回確認とはしまうけど、分かってくれてるよ。分かってます、それはもう。ああ、そう、分かってるな。し、僕もそんな、なくなったお金を、うん、そのもし貸した例えで自分が使ったお金やったとしても、そんな、人が取ったとか言わんってことは分かってくれてるね。それはほんまに。それはほんまに。それはマジで分かってる。はい。俺も、その、なんて言うやろ、もう俺もな、その人のお金取っても、このええ年こいて、人のお金に、ね、手出せへんってことはな、みんな分かってるよな。すみません、ちょっと足だけ確認させてもらっていいですか。いや、足っつっても、いや、もう怪しいもんな、これは。靴下なんか脱ぐよ。じゃあ脱いでところで何も出てけ。絶対出てくる。ほら、じゃあお前も脱げよ。お前もそんなに言うと怪しいと。いや、それはもう大丈夫ですよ。俺は何もないや。はい、これはない。あ、それ裏地っすね。あ、裏地の生地か。はい、生地弁償してください。お前、生地か。いや、生地えぐい。ごめん、生地め1万ちょ1万円。はい、弁償してもらっていいですか。裏生地履いてるんで。裏生地がそのくらいと思う。それ早く1万円。はい、後で払うわ。いや、今はい。いや、そんな俺裏生地いや、裏生地は良くないでしょ。ごめん、1万円。はい。もうだからマジで、そのさ、人からお金取るようなことマジやめよ、このチームで。もうこれ犯人、こういうことが出たってことはもう連帯責任や、どう考えても。いや、もう連帯は連帯だけど、うん、連帯責任やから、うん、その、なんて言ったんやろな、チームで、うん、おって、もう誰か一人がやってしまった、うん、なんで管理が悪い、お前も悪い、全く関係なかった、俺も悪い、うん、で、ちょっと取ってしまった、こいつも悪い、うん、だから、その、なんて言ったんやろな、もう連帯責任や、これって、うん。だから、反省の意を消して、うん、全員でちょっと罰金っつったらいいんだな。ちょっと払った方がいいかもな。罰金？はい。全員でってどういうこと？もう全員でもう二度とないように、その犯人も出さないとダメじゃないですか。うん。だからちょっと今持ってる額だけちょっと出してもらっていい？全員、俺集めるわ。お前が集める？はい。絶対そっちの方がいいっすね。ごめんな、山ちゃん。ごめんな。あ、もう出したいです。いや、それ絶対出した方がいいな。俺もう二度と絶対せえへんやから。全員ゼロ円になったら、はい。これって起きへんことやから。お金持ってることが間違ってると俺は思うから。俺2万、はい、こんだけ。すいません。すいません。ちょっと苦しい。一番しんどい役俺が受け寄るっすわ。残りのお金。はい、3000円。すいません。これは一番苦しいっすけど、
俺が受けようっすわ。とりあえずでも警察一応行くんで逮捕される覚悟はしといてくださいね。俺が